さあ今宵も行きましょうか。本日の事件が発生した場所は北海道釧路市なんですけど、人口がね約14万5000人の都市なんですよ。まあ結構大きい都市となっておりますんで、まあそういった大きい、まあやや大きめの都市で起きたというような理解でお願いしたいなと思います。で、事件が発生したのは正確に言うとこの赤い線の中のとある民家で起きております。まあね、また北海道って言われそうですが、別にね何かを非議してやっているわけではないんで、たまたまです。その辺ご了承のほどよろしくお願いいたします。では行きましょうか。またよろしければチャンネル登録、高評価、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、皆様ありがとうございます。では行きます。はい、ではね、まず最初に事件の発覚から説明をしていきたいなと思うんですけど、まずね、その事件の発生に関わるのはこの釧路市に住む女性と、その釧路市に住む無職の S さん、この2人が登場人物として出てくるんですが、この2人は友人関係にあったんですよ。で、まずね、そう、2001年の3月5日、釧路市に住む女性が釧路陽光町に住む無職の S さん、当時74歳に何度も用事があって電話してたんですよね。プルプル、あれ電話出ないな。そして時間を空けてまたプルプル電話をするんですよ。でも応答がないんですよね。何度も何度もこの友人の女性は S さんの家に電話をしていくんですよ。でも応答がなかったんで、 S さんの身に何かあったんじゃないかっていうふうに思って、その友人は S さんの家に向かうことにしたんです。そして2001年の3月5日の午後9時10分頃に、その電話をかけていた友人は S さんの家に到着するんです。で、 S さんの家の玄関ピンポンやっても反応がないんですよ。あれおかしいなと思って玄関をガチャガチャガチャっとやるんですね。でもその玄関の鍵は内側からしっかりと施錠されていたんですよ。なので開かない。でもやっぱ心配ですよね、気になるし。で、その S さんは当時一人暮らしだったんですよ。で、一人身の74歳がなんで午後9時10分に応答がないのか、やっぱ不思議というか、なんか事件性、もしくはその何らかしらの病気が発症している可能性もあるわけなんで、やっぱり気になるわけですよ。それで友人はなんかおかしいなと思って S さんのお宅の裏側に回っていくんですね。で、ベランダの方に行って窓を見ると、窓は閉まっていたんですけど鍵は開いていたんですよ。で、そのベランダの窓から友人は S さん宅の室内に入り込むんですね。で、そうするとそこには今のこたつで首を刃物か何かで刺されて血まみれになって死亡している S さんの姿があったんです。すぐさまその友人は110番通報をいたします。はい、ではね、まず警察の捜査の中でもまず最初に現場の状況、そこからご説明いたします。こたつの上には2つの湯飲み茶碗と2人前の出前があったんですよ。その料理とお茶を飲むための茶碗で、その室内の石油ストーブはついたまんまだったんですよね。で、まるで誰かを接客しているような様子だったそうなんですよね。で、ちなみにその出前は S さん宅近くにある食堂から取ったものだったそうでございます。で、また室内には争った形跡もなくて、 S さん宅の
金品が盗まれたような形跡もなかったそうでございます。はい、ではね、ここはね、このシーンはちょっとテロップ入れないですけど、お許しください。ちょっとね、Google の方にね、Google、YouTube 側にね、弾かれてしまう可能性がありますんで、お許しください。で、S さんについてなんですけど、司法解剖の結果がここら辺で出てくるんですよね。で、S さんの死因は首を刺されたことによる失血死と判明するんです。で、現場からは S さんの血がついた包丁が発見されております。で、またこれね、結構時間が空いているんですけど、死亡推定時刻は3月2日午後7時から午後9時の間と断定されます。2日の午後7時から9時の間で、発見されたのが5日ですよね。なので3、4、5、約ね、3日間連絡が誰も取れていないというような状況だったんですよね。そりゃ友人も気になるわというようなところでございます。で、警察は S さんの事件発生までの足取りを調査していきます。で、確認が取れたのは3月1日なんですよね。で、亡き夫のお父さんが入所している特別養護老人ホームを訪れていたそうなんですよ。で、それ以降の外出は確認されていないそうでございます。で、3月2日午後3時から4時にかけて50歳から60歳ぐらいの黒っぽい服を着た中肉中背の男性が S さん宅を出入りしている姿を近所の人が目撃をしております。ただこの人物かどうかっていうところまでは定かではなかったそうでございます。はい、警察はね、 S さんの周り身辺などいろいろ調査をしていくんですね。で、 S さんは糖尿病を患っておりまして、そのせいで目がちょっと不自由だったんですよ。でもね、地元の老人会に入りまして、毎週火曜日に行われている踊りの会に参加するのを楽しみにしている、そういう普通のおばあさんだったんですが、さらに調べていくと、なんとね、 S さんの亡くなった旦那さんが生前に複数の知人相手に多少の利息をつけてお金を貸しているっていうことが分かってくるんですよ。複数なんで何人もの人相手に利息を取っていたんですね。これはね、ちょっと違法行為に当たりますが、まあ一旦そこはまあ置いときまして、もしかしたらそこでトラブルがあった可能性も含めて警察は捜査をしております。ただ有力な情報を何一つ得られずに、いまだに未解決事件となっている、そういう事件でございます。はい、ではね、まあちょっと本格的なペルソナ作りにはならないんですけど、まあまあまあ私の中でちょっと考えてみましたっていうようなとこなんですけど、まずね、ポイントは S さんは犯人をもてなそうとしていた可能性があると。その出前を取ってお茶も入れようとしてたわけですよね。でも争っていないんですよ。防御創がありませんでしたよね、 S さんには。で、そのことからね、まあ多分相手は油断できる相手だったのではないかと思うんですよ。で、警察が検挙できていないっていうことから、傍から見て関係性が分かりにくい、そういう人物なのではないかっていうふうに思って、まあ私が思いつくところで考えてみたんですけど、まあここに関してね、私だけの意見になるので、こうみんなから意見をバーッともらって合わさるところ、そこをまとめていくと、もっともっと面白いのかなって思う。面白いって語弊がありますね。もっともっとこう確信に触れていくことができるのではないかと思うんですけど、まずね、私の中でまあこういう人物像なんじゃないのっていうことを考えていくと、
旦那の古くからの友人で S さんも過去に会ったことがある人がたまたま来たと。もしかしたらね、その人が旦那さん並びに旦那さんに対してこう何かしらの恨みがあって、それを話すために S さんに行ったのかもしれないですよね。で、あとはね、接触頻度が多くない親戚、親戚だったらね、やっぱもてなそうとするじゃないですか、お客さんで。で、ちょっとね、ここはもてなそうとするかどうか全くもって分かんなかったんですけど、ちょっとね、とりあえず書いたっていうのがケアマネ的な人。まあこれはね、ちょっと無理くり出したっていう感じでしかないですけど。で、次に S さんの遠くの友人、まあ普段接触頻度がそこまで高くない、でちょっと離れた距離感の人が来たのではないかっていうことが想定できます。多分ね、その辺でこう連絡があって S さんはその人物をもてなそうとしたと。で、油断しているところ包丁で首をサクッといかれて殺害されてしまった。で、警察はね、まあ検挙できていないっていうところがね、まあ一つのミソっていうふうに考えると、アリバイ工作が徹底されてたっていうよりも、多分ね、ちょっと浮き彫りになりにくい関係なんじゃないのかなっていうふうに個人的には私は思います。ただ少なからずこれらの事実から想定していくと、 S さんは過去にこの人物と会ったことがある、複数回会ったことがある可能性があるのではないかと私は思います。皆様はどう思われますか？はい、ではね、エピローグ2本立てでいきたいなと思いますんで、まあここ別にいらないよっていう方はここまででチャンネル登録高評価いただいて、また他の動画を見ていただければ幸いでございます。で、まあもしね、もしというか、まあ、割とその旦那さんが利息をつけて金貸してたっていうのが色濃い気がするんですよね。でもその線でまあ調べていても捕まってないっていうことを考えると、その他もあるのかなとも思ったりするんですが、まあ何よりもね、お金関係ってやっぱ身近になればなるほどすごく恨みつらみっていうのが湧きやすくなるかなって私は思うんですよね。よくさ、あるじゃん、友達がこう宝くじ買いましたよと、で当たったらちょっとおごってよとか、そういうのあるじゃないですか。そういうの、またその自分よりもちょっと下だなとか、またね、なんて言うんだろう、なんか見下してるような人がいっぱいお金持ってたりすると、ちょっといいじゃんくれよっていう言葉もね、たまに耳にしたりすることもあるんですよ。なので身近であればあるほど、あんま相手がお金持ってたりするとイラッともするし、あとお金の貸し借りも貸した貸してないっていうので揉めたりすることもあるんですよね。あるんですよ。そう、一回ね、息子がね、中学に入ってお金貸してって言われて、で返してもらってないのに返したよって言われて、そこでなんかもう心折れてしまうっていうようなことがあったらしいんですけど、まあ結局最終的には回収したんですよ。なので結構ね、身近になればなるほどね、トラブルって起きやすいのかなと思うんで、まあ多分その可能性も高いのではないかと私は思います。まあ本当ね、皆様も身近な人に対してお金の貸し借りは絶対やめた方がいいですね。やるんだったらお金をあげる、そういうつもりで、帰ってこなくていい、帰ってこなくて当たり前、相手には言わないけどね、そのつもりで貸さなければ絶対トラブルになりますから。絶対会社とかだったらさ、もう取り立てがちゃんとあるわけだし、会社相手だったらさ、絶対返すわけでしょ。まあ下手すると会社相手でもさ、返さない人もいますけど、個人間だったらよりなおさらですよね。そこだけは本当お気をつけください。基本貸さないで、友人のことを考えたら逆にちゃんとお店で金借りてくれと。でお店で金借りれないとしたら、そもそも
もう本当キャッシュアウトしてるわけなんで、それはもう貸さない、それを絶対行ってください。だってお金貸したことによって返ってこない犯罪者を作っちゃうことになるんですよ。犯罪者を作ることになる。それだったらもう本当現金じゃなくて、あ、今日食べるものも困ってるって言ったらそのコンビニ行ってパンを買ってあげる、そっちの方がもう絶対的に僕はいいと思いますね。はい、なのでお金は絶対ダメ、パンを買ってあげる、それはまだセーフっていうふうにご理解ください。これはもうお金の、その犯罪者を作らないためにっていうようなとこでございまして、であとね、もう一個なんですけど、その政府がまあ布マスクを配りますよっていうところで、で某薬品メーカーが布マスクの殺菌について、殺菌菌じゃないか、ウイルス除去についてこう書いてあったんですよね。水1リッターに対して 15ml のハイターで、あれはね、濃度が高くても、濃度っていうかその倍量やってもね、あんま効果変わんないんで、言われた通りの希釈をした方が絶対的にいいんですよ。これはとある研究所と一緒に研究してた時に、私もしっかりとその辺調べているんで、濃度が濃かろうと濃くなかろうと一緒なので、そこはお気をつけください。濃いと逆に弊害が起きる可能性もあるんですね。その次亜塩素酸ナトリウムが残ったまんまこうマスクで呼吸したりすると、呼吸器の方に塩素が入ってしまうっていう方が怖かったりするので、しっかりとねこうすすぎっていうのを徹底する、そこも大切なのではないかと思いますというようなところで、はい、またお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。